はい、こんにちは。皆さん、スプレーアートでのべるちゃんです。このチャンネルへようこそ。この前の動画で質問答えてたんね。今日はその続きをやっていきたいと思います。メールでもうちょっともう一回やってって来たので、ちょっともう一回やりたいと思います。で、今回はね、パスしない、まあなんとなくこの質問はどんな感じなのって考えながら答えたいと思います。ということで、いきます。Yes, No で答えられない70の質問。新しいスキルを一つマスターできるなら何を選ぶ？多分スポーツ、何でもいい。私スポーツはもう本当に本当にやばいから。この前スノーボードやったけど、その結果は鼻折ったんです。愛とお金どちらが大事？その理由は、もちろん愛でしょ。愛があれば、まあ、自分の愛とか他の人を愛すれば、なんかそれは龍が自分でお金も作りますでしょ。あなたにとって、はあ、はあははあ、読めない、まあ、特別な日で言いましょう。私の家族みんなみんなと一緒に過ごす日かな。24番、これ特別だよね。特別な力を持てるならそれは何？どうやって使う？昨日ちょっと僕のヒーローアカデミーを見てたの。みんなトドロキってわかる？半分は氷でも他の半分はファイヤーを使う、火を使う。私の特別な力があれば多分空飛ぶこと。なぜならどこも行ってもいい力がいいよね。なんかもっともっと自由って感じる。もう一つ言語を話せるとしたら何を選ぶ？その理由は、まあ日本語かな。で、その理由は今日本に住んでるから、日本が大好きだから、普通の生活をやっていきたいので、あと YouTube もやってるから、なんか完璧な日本語がいいね。タイムトラベルできるなら、できるならその後この漢字は何？この漢字は何？あ、もしかしたら括弧って書いてある？と未来どっちに行く？私未来に行くよ。絶対に未来に行く。なんか見たことがないものをどうしても見たいです。なので、海外とかに行くのが好きだし、まあ、新しいものを、新しいことを知りたい。マルチに動きたい。どういうこと？一つの仕事を、またこの感じは何？もしかしたら一つの仕事だけをしたいのか、マルチの仕事にしたいのかって質問だと思います。間違ってると思いますか。まあそういう質問なら、マルチの方がいいです。マルチの方が、まあ、新しいスキルとか新しいことをいつも習うから、そっちの方がいいかもしれないね。何を知ってる時が一番幸せ？好きな人と一緒に過ごしてる時間が一番いいと思います。例えば旦那さんとゲームをやってる時に、まあ、めっちゃ嬉しいです。ゲームとか、それともワンちゃんと一緒に散歩やったりとか、そういう時間が一番幸せかな。親友にはどう紹介される？親友がいないね。どのブーム、ブームって何？欲しい、そして嫌いだったっていうか、まあ、酔っ払ってる人がいれば、まあ、いろんな酔っ払う人がいれば、それは好きじゃないです。そしたらもう、いや、もう帰りたいってなる。自分、自、この漢字はね、これは最近の私のためにいつも入ってる。なぜならこれ刺身の身でしょ。自分、自分のことを一つだけ変えられるなら何を変えられる？私のことで何一つだけ変えられるなら、背が低いでしょ、だからともうちょっと背が高く。私はね、今154センチ、165とかまで変えられるならめっちゃ嬉しい。まあ、皆さんどう思いますか？ぜひね、コメント欄に置いてください。この動画はいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴス。